今回は結構真面目な話でございまして、なぜここまでラノベの人気がなくなってしまったのかについて話していきたいと思います。最近かなり話題になっている書籍がありまして、それがこちら、若者の読書離れという嘘っていうですね、つい最近発売された新刊になるんですけれども、まあ、こちらの本では現代の中高生あたりの若者のですね、読書事情についてのリアルが描かれておりまして、まあ、かなりですね、ちょっとドストレートに食らってしまったというか、結構、あそういう感じなのかって結構ね、あの、 する部分が多かったんで、すよねでこの本読み始めたらですね、いきなり驚愕の真実ぶつけられるんですよね。何かというと、若者の読書離れっていうのは嘘であると。最近の若者はむしろ昔よりも本を読んでいるっていうことなんですよね。まず若者、ここで言う若者は中高生に関することなんですけれどもえ、中高生のその年間の読書量っていうのは年々増加傾向にあるんですよね。まあ、最近の若者は本を読まないとかいうのが割と一般認識であるとは思うんですけれども、実はそうではないと。むしろ昔より今の方が、えー 本を読んでいる人の方が多いっていうことが実際リアルのデータとして出ているらしいんですけれどもそんな中で市場を見たときに自動書籍っていうのはどんどん伸びているんですよね逆に中高生をターゲットにしているライトノベルってどんどん落ちているんですよね2012年は284億円ここはピークでそこからどんどん減少していって2021年には123億円とですね半減以下になってしまったということなんですよね中高生の読書量が増えている中で中高生をターゲットにしているはずのライトノベルのこの市場っていうのがむしろ半 っってててしまっているっていうのはかなり異常なな数値だと思うんですけれどもなぜこうなってしまったのかっていうと、中高生向けであるはずのライトノベルっていうのは現在そっちではなく大人向けにシフトしているっていうことが原因にありまして、なぜそうなっているのかっていうと、小説家になろうの台頭がまず挙げられるところでございまして、まあ、小説家になろうっていうウェブの小説投稿サイトからですね、あの書籍化するっていうパターンが2000年代後半あたりからですね、どんどん増えていって、まあ、現在はむしろ、なろうで掲載してそこで人気が出て書籍化してプロの作家さんになるっていうのが がむしろ黄金ルートなんですよねまあ、これらの作品が書籍化した際の読者の中心のボリューム層っていうのが20代から40代の大人でございましてそんな大人が読者の中心にいるライトノベルのそのナロウ系いわゆるナロウ系と呼ばれる単行本サイズのラノベルですねあの単行本基本的にナロウの書籍化作品って単行本っていうねまあ、大きめのサイズの書籍になることが多いんですけれどもそれの市場っていうのが2013年はですね30億円ぐらいだったんですけれどもその3年後2016年には100億円を突破し そしてですね、まあ、どんどん急成長を遂げておりまして、まあ、現在は結構横ばいをキープしているらしいです。 でそんな感じで、ナロー系が急速に成長を遂げた結果ですね、そのラノベの読者層っていうのが、今、今までは中高生に向けていたものだったんですけれども、大人へ向けた方がもっと売れるじゃんっていう方向にシフトしていったわけなんですよね。で、どんどんですね、ナロー系が単行本サイズで書籍化されていく中で、既存の文庫レーベルの方でも、ウェブ小説を文庫本のサイズで書籍化するっていう流れがどんどん増えていきまして、いわゆるウェブの書籍化作品じゃなくて、文庫の書き下ろしのね、作品であっても、元々その子供向けの作品じゃなくて、 で、大人向けのね、主人公も大人にして、ヒロインも大人にしてとか、まあそういう感じの作品もどんどん増えていきまして、元々ラノベっていうのはイコール中高生向けという認識だったんですけれども、まあそれが現在はもう完全に取っ払われてしまいまして、まあむしろ大人の方が読者としては多いよねっていう、えー、逆転現象が起きているっていうところなんですよね。で、現在のラノベの市場なんですけれども、2016年が文庫本と単行本合わせてですね、302億円で、ここがピークで、まあそこからは減少傾向、単行本は横ばいで、文庫ラノベの方に関しまして、 傾向にあって合算すると2020年で億円っていいいう規模になっているらしでですでも正直ね、ナロー系のね、その、いわゆる、その、ナローのランキングに載ってる作品っていうのは、青たがりのような形でですね、上から下までも全部書籍化したいっていう流れっていうのは、まあ、正直わかるんですよね、うん。それだけ支持されている作品ですから、一定数もう売れるってことは担保されてるんですよね、うん。だって、これが逆に、文庫のラノベで完全の書き下ろしの作品だったら、かなり爆打じゃないですか。ですので、まあ、それと比べてみたら、そ ウェブ小説である一定数もファンがついていて、もう売れることが担保されるっていう作品をどんどん書籍化していった方がすごい安定して、まあその売り上げも上がるし、書籍もすごい高いと思うんですよね。実際高いらしいんですけれども。で、そんな感じで、その、やっぱ大人向け、なおかつ大人向けですから、その、やっぱ大人はどんどん金払いますからね。単行本サイズって今一冊1500円ぐらいするんですよ。バカみたいに高いんですよね。文庫、文庫でもまあ700円とかそれぐらいするんですけれども、単行本1500円で子供買うわけないじゃんって。 ね、<laughs> もう、ジャンプの漫画3冊買えるぞっていうぐらい高いんですよね。でも、まあ、それがめちゃくちゃ今売れていて、なおかつ、ナロー系が台頭してきたことによって、コミカライズっていうのがすごい、あの、活性化されているっていうところがありますので、まあ、その、なんていうのかな、まあ、一概になんとも言いづらいところありますよね。うん。まあ、確かに文庫のラノベ市場はめちゃくちゃね、実際一読者として、もう、痛感する部分あるんですけれどもね、もう全然売れないじゃんっていうのは、うん、あるんですけれども、まあ、トータルで見たら、もうめちゃくちゃナローに染まっているラノベ、あの、市場なんですけれども、 まあ、いいか悪いかって言われたら、なかなか難しいところありますよね。うん。まあ正直、こっから文庫のラノベが息を引き返すのかって言われたら、かなり難しいところありますよね。まあそれに関しては、単行本に関してもね、今は横ばいですけれども、多分どんどん減少していくと思うんですよね。むしろ、もう全部、その、ナローの書籍化作品っていうのは、まあ今最近増えてますけれども、まあ原作に、まあ専念して、コミカライズにガンガンしていった方が、現在本当に売れるのでね、コミカライズはマジで売れてるので、まあほんとどんどんそっちにシフトしていくんじゃないかなっていうところあります。 けれどもね、まあ、ぜひともね、皆さん、現在のラノベってどう思ってますかぜひともコメント欄にお願いします。それじゃまた。